ベルンハルト・パウムガルトナーはザルツブルクで活躍したオーストリア人の指揮者、作曲家、音楽学者、教育家である。ベルンハルト・パウムガルトナーは宮廷古問館、教授、博士の称号を持つ。1887年にウィーンに生まれる。父ハンス・パウムガルトナーはピアニスト、作曲家、音楽評論家、母ローザ・パピーア・パウムガルトナーは著名な歌手である。 1911年に、ウィーン大学で、法学博士の学位を取得。同時期に、ウィーン国立音楽院、現ウィーン国立音楽大学で、ブルーノ・ワルターラに支持する。1911年から1912年にかけて、ウィーン国立歌劇場のソロコレペティトアを務める。1914年から1917年は、ウィーン・トーン・キュンストラー管弦楽団を指揮した。 ベルンハルト・パウムガルトナーは1917年からその活動の中心をザルツブルクに移す。モーツァルテウム音楽院の学院長を1959年まで務める。パウムガルトナーの最も有名な弟子はヘルベルト・フォン・カラヤンである。1929年にはモーツァルトを演奏するための室内管弦楽団カメラータ・アカデミカを創立。 1959年から1971年までザルツブルク音楽祭の総裁を務める。1958年には来日して当時の ABC 公共楽団などを指揮している。ザルツブルク音楽祭ではモーツァルト・マチネ、モーツァルト・セレナーデなどを指揮する一方、フーゴー・フォン・ホーフマン・スタールの擬曲イエーダーマンの舞台を音楽の作曲も手掛けている。またパウムガルトナーの業績は ヘルブン音楽祭の創設、ザルツブルク音楽ギムナジウムの創立、モーツァルトの研究など多岐にわたり、当時のザルツブルク最大の人格者であった。その功績を記念して、才能ある音楽家を対象としたベルンハルト・パウムガルトナー賞が設定されている。音楽学者としての功績に、永年行方不明となっていた、モーツァルトの応募へ競争曲を1920年に、 発見したことが挙げられる。これはフルート競争曲第2番と事実上同一局であり、ボエ版をオリジナル、フルートを編曲とする推定のもとに出版されたが、真相は今なお100%解明されていない。ありがとうございます。